今日はねシン・ゴジラをみんなで見る会ということでめっちゃ楽しみにしてた映画館でシン・ゴジラがやってる時に一回そのコロさんとね見に行ったことがあるんだけど、もうその時にめちゃめちゃ面白かったことを覚えてて、でこういつか改めて見たいなと思ってて、じゃあいくよー、うん、せーのポチ。今1回目の東宝株式会社って出てる今なんか2回目のなんか昔っぽいやつ出てるあ、本当だ3連続、今青色今青色あ、シン・ゴジラのロゴオッケー。お、始まった始まった始まった。うわ、ここ何回見てもやばいなもう全然僕がね話す間をねこれは見つけられませんねもうパツパツみんな喋るからさ黙って見てたすげえ滑り台すげえ滑り台そうなのかなら早く言え。総理、あなたが大規模熱水噴出忠告をしたぞ。いいね、死ぬまでに言ってみたいね。忠告はしたぞって言いたい。死ぬまでに1回ね。全便欠航としカクカク近々こういうテロップ挟むのめっちゃ好きだな。巨大不明生物である可能性があります。各省庁の検討を願います。山口閣僚会議の席だ。冗談要請。あーいたーうわー、冗談が現実ならば受け入れるしかないか冗談じゃないが。でもなんで尻尾から出てきたんだろう。頭から出てくるイメージあるけどね。やばいな、東京に住むようになってからこれ見るとちょっとドキドキするんだけど。有識者3名を連れてきたよ。テレビの映像だけでは誰も見たことのない水生生物の新種そもそも映像が本物かどうか。有識者会議あと5分で終わりますこんなことしてる場合かよ。有識者3名を連れてきたよ。あーやばい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 。今だったらちゃんと東京都何区の何区がどこにあるかわかる。すごい、前見た時に中に住んでてちょろっと出てきた時にコロさんと見たからこれ何区なんだろうと思ってたけど、今なら地名がわかる。県ではたとえひれのような足があっても水生生物が丘に上がすでに自重を支えている状態と考えます。そうなのか。上陸行動は常識として考えられない。そんな顔すんなよ。やばすぎ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 。これジャック&サリー猫病院が繰り返します。やばいやばい。上陸は総理会見中に失礼します。え上陸しとるやんけやばいやばい。ちゃんと道路通ってる。 BGM 超かっこいいんだが迫力やばい。いやーすごすぎる。もう映画館で見た時泣きそうだったもんね、迫力やばくてさ第76条の武力攻撃と解釈して防衛出動武力攻撃と解釈するのが難しい。76のことを議論している時じゃないだろう。自衛隊しか事態に対処できない。なんで黒いスーツ着てる人の上に黒字なんだよ。自衛隊の運用や国民の避難などマジで人の名前覚えらんないな。ただし彼の能力は不明。みんな覚えてる。全力を投入する準備は必要だ。どんどん増えるよ。国民に300万人以上もの犠牲者が出ています。根拠のない楽観は禁物です。わあ、ちょっと染みますね心に。根拠のない楽観は禁物です。確かに僕のね猫背に刻んだ。今日から根拠のない楽観やめよう。このさ目のさ黒目がちっちゃい生き物ほんと怖い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 。あー手生えてきた手生えてきた。あー怖い怖い。立ち上がった。まるで進化だ。やばすぎる。熱い熱い熱い。ここら辺めっちゃ好きなんだよな。目標が報告と目標が報告せやねん。今進化したんや。話と違うんや。花森だ。聞いてないよ。射点場に住民がいる。ああ。射撃の可否を問う。もう泣きそう。ここ泣きそう本当。射撃中止。待機する。吐きそうになるここは。ジャージーだね。このジャージーな雰囲気の間に飲み物飲んどこう。ああいう大変なところに来ちゃうと飲み物飲めなくなる。なかなかこの視点見れないぞ。椅子視点。来たー！の中では同郷と霞が関のはぐれ者一匹狼変わり者オタク問題児花つまみ者厄介者学校の一貫集まりだ。ひでえ。で推定された基本スペックはこれだ。各部署で確認してくれ。ひでえ。めっちゃ好きここ。ちなみに昨日の有識者会議では超かっけえ。確かに身体の世界のつまはじき者たちかっこいい。まさか核分裂ありえませんよ。うぜえな。横須賀の米空母がイライラしてる。ああ。さっきの人。ああ、こんなんありかよ。小頭さんの言うことが正しかったということか。フラグだったな。ごめんなさい。そこでごめんなさいって言える大人でありたいな、僕らもね。現政権のレポートを読んで、私が話したの。石原さん綺麗だよな。こちら。どういう意味だ。出た。一つだけヒットしました。一つだけ？元教授の故郷の生物の存在に気づいた DOE が調査分析を嘱託機関に依頼。その中心人物ガズイラは DOE の情報を超えた状態で私にも説明がつかない。ガズイラ。そろそろタメ口にしてくれる？8倍もの遺伝子情報があると。8倍。生物という事実が確定しました。ガズイラは世代交代の劇的な進化を続けている。え、すげえ。まさに人知を超えた完全生物だ。急に東京湾に戻ったんだ。ざわ。うちの役所で各自手配して全国からみんな早く矢口プランとして総理への提案をお願いします。矢口プラン。名前はともかく進めてくれ。名前をつけることが大事ってさっきテレビでやってたじゃん。あ、おにぎりだ。正直服も部屋も少し匂います。オーマイガー。鎌倉に再上陸します。帰ってきたー。もう顔が違うよ。うわー、うわー、やばすぎる、やばすぎる、やばすぎる。こちら第4形態です。第4形態。ああ、この音楽はやばい。尻尾長。体より尻尾の方が長いじゃん。118メートル。コロさんの方がでかいじゃん。矢口プランの進捗はどうなの？もう矢口プランって呼ばれてる。すごい、ちゃんと縦に並んでるよ飛行機。すごない？あ、くれ。わかる。戦闘シーン好きすぎる。わあ、全然聞いてなかった。かゆって顔してるもんね。うわあ、さすが人間の8倍の遺伝子がうんぬんだな。やばっ。あ、くれ。うわー、よくあんなちっちゃい顔にさ、ちっちゃくはないけどさ当てられるな。お、どうですか？千段命中。あー、攻撃開始。こういう戦車のさ弾の音ってやばいんだよね。これ映画だからなんかちっちゃく聞こえるけどさ、これ横にいるとやばいんだよね。僕聞いたことあるけどやばい。心臓が痛くなんだよね。いや、すごすぎるな。ああ、これでとどめだ。やめろやめろ、とどめとか言うとフラグだからめちゃめちゃに。ああ、やばいやばいやばい。橋だよあれ。いや、まさに人知を超えた完全生物か。やばいやばい。政府は小島×ビッグカメ。あ、大丈夫かな今の店員さん。プロの店員だから大丈夫そうなの？さっきの後だよ。はい、張ってでも行きます。お腹痛い、本当にやばい。もう動けません。ハウ米軍の行為。やっばー、始まっちゃったー。地中貫通型爆弾モップ2が命中。うわー、ああ、ここやばくなかったっけ。ああ、やばいやばいやばい。いいな、ゴジラ。めっちゃ不謹慎だけどさ、超かっこいいよね。ストーリーが8秒ともないこれより立ち回る。そんな名前ついてんの、あのビーム。掃除職ビームとか言われてんのこれ。でもわかる、これはしょうがないわ。くじける。安否不明の状況です。え、そういうこと？ないものを当たりするな。まずは君が落ち着け。あ、これ名言。まずは君が落ち着け。確かにあの人めっちゃ落ち着いてるもんね。すまない。されました。政府の機能不全による猫もいるし、伸びちゃったよ。伸びちゃったよじゃねえよ。やっぱ総理の仕事って大変だな。伸び伸びだな、思ったより伸びてたわ。人だからな。検証映像です。あ、今後。了解。ね、高性能すぎだよね。つくばからの各種データ、ゴジラの無生殖による個体増殖の可能性です。ポーハー。小型化だけでなく、有翼化し、大陸間を飛翔する可能性すらある。なんかいずれ喋れるようになりそうだけどね、ゴジラ。ダメ、無理。なお残したくはなかったな。おじいちゃん、ラーメンのじいちゃん。確実に駆逐するなら核攻撃は正しい選択だ。今だじゃれ言った。名脚バーサスとコーラスみたいなってことなのか。この国を見捨てずにやろう。頑張れ矢口。ここ映画館もすごい叫びたかったんだよな、確か。血液業界の連中層はこれ同時視聴のいいとこは叫べるとこだね。映画館だともう本当喉詰まってるからね。ゴジラずっと止まってんの怖すぎ。折れ線みたいですよね。あ、ざわざわ。世界のつまはじき者は天才ゆえに弾かれたんや。やばーやばー。ここ入ってみたい、一回。いけますよこれ。視点がさ、よし。たまになんか機械そのものの視点になるよね、シン・ゴジラ。この事態を予測していた気がする。EC とかイースとかさ。あなたに好きにしてみると、この国で好きを通すのは難しい。ああ、重いね、その言葉。僕一人じゃな。総理、ご裁定のありがとうございます。礼はいりません。仕事ですから。かっけえ。かっこいいね。言いたいな、シン・ゴジラ見てるとさ、死ぬまでに言いたいセリフがどんどん出てくるな。ゴジラの体内システムには興味津々だと思う。うん、フランス政府にパイプがある。裏で交渉してみるよ。泉さん。すごい。俺から話しておく。No guarantee of them coming back in one piece. Of course, I'll be the Japanese government later. ああ。すまねえ。ちょっとなんか泉好きになってきちゃったな。最初はあんまりだったんだけど。犠牲者は広報式でいいだろう。10年後には総理じゃなかったのか。今回のヤシオリ作戦遂行に際し君たちに託します。はあ、鳥肌が。あー、出た、これか。聞いてる聞いてる。作戦第2段階、航空部隊攻撃開始。了解。すごいなあ。あ、でも無人なんだもんね。これが来るの分かってるから。うわー、怖い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 。ここに立ってんのも怖いわ。うわー、うわー、怖い怖い怖い。うわ、尻尾でも攻撃できるのか。うわー、やばいやばいやばい。使い勝手いいな、お前。やばすぎる。ゴジラの気持ちになってしまう。なんだこの歯医者さんみたいなやつ。いけー、冷たくするのだ。頼む頼む頼む。あっ、ああ、やめてー。来たー、山手線。これすごいなー。歯医者さんだ。あー、もう交代作業とかこれつらい。これスムーズにやれるかなってなるよね。絶対自分が交換する番だったら。ああ、でも尻尾が。あああ、完全に沈黙しました。この絶望の10秒間やばくない？マジでもううってなるよね、あの瞬間ね。時間を切っていた微妙なタイミングだが、フランス総理臨時代理のおかげだ。あー、ありがとう、ラーメンのおじちゃん。泣きそう。わー、ありがとう。で、辞任する。そうなの？約束は破ったが後悔はない。ほど遠いからな。まあね、このまんまだもんね今。とりあえずこれどうすんのこれ。これどうする。ひゃー、あ、何今の。だだ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 だ。観光スポット？そうなの？だだ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 だ。ちょっとグロかったよね最後。なんか人っぽいのあったよね。じゃああれはここで終わらないということですかね。あれはそういう描写ってことはさ、何年後かにまたさ、シン・ゴジラならぬシン・シン・ゴジラがまた出るかもしれないってこと？見に行かなきゃじゃん。やばー、ひえー、あー、面白かったー。面白かったー。あの電車が突っ込むシーンやばいね、何回見ても。うまくさ、感想出てこないけどさ、なんて言うんだろうね。結構重いじゃん、話自体がさ。あー、もうはーだよね。はーなんだけど、はーなんですけど、めっちゃ力強くなんか慣れるね、ほんと気持ちがねー。はー。いやー、すごいなんか元気もらった。もう大興奮だったね本当に。僕一回見たことあったんだけどさ、それでもやっぱもう熱がねすごかったね。おお、びっくりした。ああ、VS メカゴジラのテーマなんだこれ。あー、いや、シン・ゴジラも良かったな。いや、ほんと同時視聴やるとね、なんか2倍23倍面白くなるからな。これって「エヴァンゲリオン」がさ、「エヴァンゲリオン」作った人が監督なんだって思った。 BGM とかしかも終わったー。終わりって字味があっていいね。はあ、お疲れ様お疲れ様。みんな付き合ってくれてありがとね。おかゆんはエヴァ見たことあるの？エヴァンゲリオンはなんだっけ、なんか映画しか見たことないんだよね。アニメのやつは見たことないんだよね。ただその映画のエヴァンゲリオンとかは見たけどって感じ。だからその長い方のエヴァ見てみたいんだよな、僕。BGM とかもめっちゃ良かったしね。最初にだいたいさ、ドラムから始まるじゃん。なんかドンドンドンみたいなあれがすごい緊張感あっていいよね。あー食いてきたーみたいなでも「シン・ゴジラ」は本当になんか展開がすごすぎて、飲み物さ、僕 500ml のレモンティー持ってきたのにこれ 200ml ぐらいしか飲めてないもん全然飲んでない。半分もね切ってないもんほぼ新品。お疲れ様でした。みんなバイバーイ。